近年、台湾を支配する野望を抱く中国は、南シナ海を一方的に自国の領海として、海域に浮かぶ島嶼を埋め立てて軍事基地を造成するなど、南シナ海に隣接する東南アジア諸国との間における圧力が強まっているよね。また、台湾の北に広がる東シナ海においても同様に、南西諸島の北にある尖閣諸島の領有権を主張を強め、海警局の艦艇を尖閣諸島の領海やそれへの接続水域への侵入を繰り返し、沖縄やグアムに基地を置くアメリカを牽制する意味合いから、空母を含む強力な艦隊を南西諸島付近の公海を通過させて西太平洋に進出させるなど、尖閣諸島のみならず沖縄本島を含む南西諸島の領有まで視野に入れているかのように活発な動きを見せているぜ。さて今回は、海洋進出を強める中国の脅威に対し、防衛強化を進行している南西諸島について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。中国は近年、対アメリカを念頭に置いた場合の自国の安全保障の概念として、第一列島線及び、第二列島線という概念を打ち出しており、特に第一列島線は九州を起点に、沖縄、台湾、フィリピン、ボルネオ島に至るラインを指していて、中国の絶対的防衛線としてその西側中国本土側へのアメリカ軍の侵入を阻止するものとしているよね。この第一列島線に日本列島の一部が含まれていたことから、中国がこの概念を明らかにした際、日本と中国が友好関係にあると信じきっていた一部の日本国民が大騒ぎしたんだけど、この第一、第二列島線とは、そもそもアメリカが中国を封じ込めるための政策上設定された戦略ラインでもあり、それを中国が逆に踏襲したに過ぎないんだ。そして、第二列島線は伊豆諸島を起点に、小笠原諸島、グアム、サイパン、パプアニューギニアに至るラインとされ、一昔前の中国の海洋調査船は第一列島線付近までに止まっていたものが、近年では第二列島線付近でも調査を行っていて、このような海洋調査は他国の排他的経済水域内では行えない取り決めになっていることから、中国は第二列島線付近にある沖ノ鳥島について単なる岩礁であり日本の領土ではないとの主張を展開し始めて問題となっているな。この第二列島線は、台湾有事の際に、中国海軍がアメリカ海軍の増援を阻止妨害する海域と推定されていて、中国海軍はこれまでは沿岸海軍であったものが、曲がりなりにも正規空母3隻を保有することになってからは、日本や台湾を含む諸外国諸政権の実効支配下にある第一列島線を突破して、第二列島線まで進出することを念頭に置くようになり、ここ数年は空母を含む艦隊を大西洋にまで進出させて演習を実施するなどして、海洋海軍として変貌を遂げようとしていると見られ、その動向に対して国際社会が注目しているぜ。このように中国海軍においては、アメリカとの間で軍事衝突が発生した際にはアメリカ軍の、インド太平洋地域の一大拠点であるグアム基地に対して先制攻撃を仕掛ける可能性が高まりを見せていて、その際には日本の西南諸島を制圧して沖縄本島の米軍基地を破壊した上で航行の安全と補給拠点として、活用する思惑があると見られていて、自衛隊では西南諸島の島嶼防衛を重視する方針を強めているってわけ。このため日本政府と防衛省では、南西諸島への上陸作戦を展開すると見られる中国海軍を阻止するために、陸上自衛隊において旋回用地雷など独特の装備を開発配備してきたんだ。この旋回用地雷とは正式には94式右輪地雷敷設装置のことを指していて、敵の着上陸進行が近いと判断された際に、上陸が予想される海岸線の右輪に上陸部隊阻止用の地雷原を迅速に構築するために開発された装置で、防衛庁技術研究本部においては1987年度から右輪地雷の研究及び1989年度からは、敷設装置の部内研究が開始されて、日本の自衛隊独特の兵器として1994年度に正式採用されたものだね。地雷敷設装置とその装置を搭載する水陸両用車で構成されていて、地雷敷設装置を搭載する車両は、水陸両用車で陸上走行のみならず水上航走が可能で、
陸上走行時は折りたたまれている。側面のフロートを水上航走時には展開して水上に出して、車体後下部に装着されているスクリュープロペラ2機を用いて最高で6ノットでの航行が可能だぜ。フロートを展開することによって荷台が確保され、そこに右は地雷及び敷設用機器をセットして、車体後部より水上を航行しながら右は地雷を投下することができ、投下用機場として上下2段4乗の計8乗から毎時72個の地雷を施設することができるらしい。敷設される94式右は地雷は、地雷と呼ばれているものの、旋回に海上から巻いて敷設することから正しくは、海上陸用船艇用の機雷とされていて、これには沈艇式と係留式の2種類があり、沈艇式の1型は直径 0.45 メートル重量 40kg の円盤型、係留式の2型は全長 0.65 メートル重量 45kg の円柱型で、これらは30メートル以上の敷設間隔で施設され、係留式の2型は水深3メートル以深のエリアに敷設されるよ。起爆装置は振動及び時期によって爆発する新艦で、感度や作動までの感知回数などは、事前に設定が可能であるほか、敷設後に一定時間を経過した後は無力化される仕組みになっているね。また、南西諸島に接近してくる空母艦隊を阻止するための地対艦ミサイルの開発も進められていて、中国海軍艦艇への攻撃手段の一つとして、1988年からは88式地対艦誘導弾の取得配備が開始され、この対艦巡航誘導ミサイルを運用するための部隊として、陸上自衛隊において1992年から地対艦ミサイル連隊の編成も開始されたぜ。地対艦ミサイル連隊については、連隊本部1個に4個射撃中隊を核として、連隊本部管理中隊に捜索標定レーダー装置6機レーダー中継装置12機式統制装置1機が配備され、各射撃中隊は射撃統制装置1機が配備された1個式小隊と発射機装填機が1機ずつ配備された、4個射撃小隊で編成され、地対艦ミサイル24発が配備されているな。2001年から2011年にかけては6個連隊が編成されていたものの、中期防衛力整備計画2005以降は整理縮小の対象とされ、2020年令和2年4月時点で5個が編成され、そのうちの3個は北海道第一特化弾令下に配置されたほか、東北と九州に配備されていたんだ東北方面特化隊西部方面特化隊令下。しかし、南西諸島海域への中国軍の軍事的圧力を受けて、南西諸島への配置の重要性が増し、使用するミサイルについても平成24年度から新型の12式地対艦誘導弾の取得が開始され、2022年12月16日に閣議決定された防衛力整備計画において、10年後には7個連隊を保持することが決定されたよ。そして台湾に近く尖閣諸島を管轄する石垣島に、陸上自衛隊石垣駐屯地が2023年3月に開設され、新編された八重山警備隊と宮古島駐屯地の第7校舎特化軍令下の第348校舎中隊に加えて、主力として県軍駐屯地熊本県の第5地対艦ミサイル連隊の第303地対艦ミサイル中隊が配備され、総勢約570人と車両約200両が駐屯しているな。第303地対艦ミサイル中隊は1機式地対艦誘導弾が装備されたミサイル部隊であり、沖縄本島以外では奄美大島と宮古島に続いての1機式地対艦誘導弾の配備となったぜ。この1機式地対艦誘導弾は射程約 200km の長射程誘導ミサイルだけど、さらに射程 900km 最終的には 1500km の、1機式地対艦誘導弾能力向上型の開発が、令和3年2021年度から令和7年2025年度までの期間と、394億円の費用をかけて開発が進められているんだって。防衛省では2024年3月末に、沖縄県うるま市の勝連分屯地に第7地対艦ミサイル連隊を新編し、これまで南西諸島を管轄していた第5地対艦ミサイル連隊に代わり、南西諸島防衛用の部隊を束ねることにして準備を進めているほか、2025年3月には大分県の湯布院駐屯地に第8地対艦ミサイル連隊を新編して、
さらなる島嶼防衛強化を図っていくとしているみたい。沖縄本島ではこの第7地対艦ミサイル連隊の新編の他に、普天間基地の在沖縄アメリカ海兵隊を、辺野古基地に移転させる動きに対して、沖縄県知事以下の反対派が重箱の隅をつつく反対運動を展開して、工事を妨害するなどしているけど、中国の軍事的脅威からの島嶼防衛対策と、普天間基地周辺住民の安住のための辺野古基地移転対策は早急に必要であり、日本の国益を阻害する反対活動は慎むべきとの声が高まっているんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。